フォンデュラクはアメリカ合衆国のウィスコンシン州フォンデュラク郡にある都市。ウィネベーゴ湖の南端に面することから地名はフランス語で湖の底を意味する。人口は42,203人。隣接するフォンデュラク町は別のコミュニティである。国勢調査局の指定するフォンデュラク大都市統計地域の中心である。同地域は フォンデュラク軍全域をカバーしており、人口は97,296人を数える。全米で342番目に大きい大都市、統計地域で、ビーバーダム小都市統計地域と合わせて、フォンデュラクビーバー混合統計地域と呼ばれることもある。域内の主要都市には他にリポンやボーパンが挙げられる。2006年にクイントプレスが公表した都市犯罪ランキングでは、全米で 最も治安の良い都市圏に選ばれた。ヨーロッパ人探検家が到達するまでの長きにわたり、一帯には先住民が暮らしていた。ウィネベーゴ湖の南端に初めて到達した白人はフランス人漁師であった。ミシガン巡州西部で連邦裁判官を務めたジェームズ・ドーティーは、ウィネベーゴ湖畔には将来大都市が生まれるだろうと考え負債で土地を購入した。 1836年には、ウィスコンシン準州議会で、ジョン・アーンとが、州都のフォン・デュラクセントを提案したが却下され、代わりに、ドーティーのマディソン案が採用された。最初の入植者は、コルワートとファナのピア夫妻であった。1843年に学校が設立され、1852年には、鉄道が開通した。国勢調査局によると、 市の総面積は47.1平方キロで、うち43.7平方キロを陸地が、総面積の7.31%に当たる3.4平方キロを水域が占める。フォンデュラク大都市統計地域とビーバーダム大都市統計地域。この2軍でフォンデュラクビーバー合同統計地域を構成するフォンデュラクは、フォンデュラク大都市圏とビーバーダム大都市圏からなる。 フォンデュラク・ビーバー合同統計地域の中心都市である。この CSA の人口は183,193人である。2000年の国勢調査によると、この市には42,203人の16,638世帯、1 2八8 2家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり965.9人で、 平方マイルに換算すると2501.3人となる。住居数は17519件で、1平方キロあたりに401.0件が立っている、計算になる。住民のうち白人が93.59%、アフリカ系が1.86%、先住民系が0.51%、アジア系が1.52%、 太平洋諸島系が0.01%、その他の人種が1.27%、根結が1.25%を占める。ヒスパニックは総人口の2.92%である。16,638世帯のうち30.6%は18歳以下の子供と暮らしており、48.4%は夫婦で生活している。9.8%は未婚の女性が 世帯主であり、38.2%は家族以外の住人と同居している。30.9%の世帯が単身で、12.5%を独居老人が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.38人、家庭の構成人数は3.00人である。住民のうち24.2%が18歳以下の未成年 10.、10.7%が18歳。 以上24歳以下29.4%が25歳以上44歳以下20.4%が45歳以上64歳以下15.3%が65歳以上となっており平均年齢は36歳である女性100人に対し男性が88.7人いる一方18歳以上の女性100人ごとに対しては84.1人いる 1905年頃のメインストリート1世帯あたりの平均収入は41,113米ドルで、家族ごとでは53,341ベ米ドルである。男性の平均収入は35,682米ドル、女性の平均収入は22,492米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人あたりの収入は18,996米ドルとなる。 総人口の7.5%、家族の4.6%、18歳以下の子供の7.9%、及び65歳以上の老人の8.9%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。市内には、マリアン大学とウィスコンシン大学、フォンデュラクキャンパス、それにモレーンパーク技術大学の3大学がある。マリアン大学は、カトリック系の4年制私立大学で、 他の2校は2年生である。フォンデュラク学区に置かれている、公立校は、下記の通り。私立校にはルーテル派高校のウィネベンゴルーテル学院、カトリック系のセントメアリーズスプリングス高校、洋小中高一貫校のフォンデュラククリスチャンスクール、同じく洋小中高一貫のトリニティバプテスト、スクールがある。セントメアリーズスプリングス学院は、 フォンデュラク地域カトリック教育システムの名のもとに、小中学校も運営している。加えてルーテル派の私立校が4校ある。市民の3分の1がカトリック教徒で、郊外を含む一帯には7県のカトリック教会がある。2007年3月19日の月曜に、セールイス教会で火災が発生。火は一晩中も燃え上がり、南の先頭と屋根が焼け落ちた。 出火原因はついに特定できず、街道は取り壊された。その後、地元のカトリックコミュニティは、聖メアリー、聖ジョゼフ、聖神、聖ルイス、聖パトリック、それに、聖ピーターの各教会を合わせて、聖家族カトリック教会を建てた。聖パトリック、聖ジョゼフ、聖ルイスの3県は閉鎖され、礼拝所が新設されたが、聖神、聖メアリー、 聖ピーターは残存した。アグネス保健医療センター聖アグネス修道女会は、市内に母の家を置くほか、アグネス保健医療センターと、聖公会も聖ポールズ大聖堂を主座とするフォンデュラク教区を置いている。フォンデュラクに初めてユダヤ人が来たのは19世紀末のことだった。市内唯一のシナゴーグであるベスイスラエル人は1914年の創建である。 フォンデュラク軍の軍庁所在地である市では、毎年7月末になると、フォンデュラク軍フェアが開かれる。6月の第2度日曜は、ウォールアイウィークエンドと呼ばれ、ウィネベーゴ湖畔のレイクサイド公園で、フリーファミリーファンフェスティバルが開かれたり、マーキュリーマリーン全国ウォールアイ釣り大会が行われる。秋には9月にフォンデュフェストが開かれるが、これは2007年9月に、 レストランのザメルティング・ポットとブレナー・タンクが世界最大のフォンデュ鍋を作りギネスワールドレコーズに認定されたことが発端であった。以後毎年開かれているアプトン・シンクレアの小説、石油に登場するバーン・ロスコーはアイルランド系の石油王でフォンデュラク市民でもあったエドワード・エルド・ヘニーがおおよそのモデルである。ポペラーソングにもフォンデュラクの名が登場する曲は多い。 最も有名なのは、ジョニー・キャッシュが歌いヒットした、I've Been Everywhere だが、他にもチーズ・ヘッツ・ウィズ・アティチュードの、チーズ・ヘッド・ベビーや、アイ・クライリーの、ナナ・カム11・ジュがある。モーリーン・デイリーが1942年に発表した、小説、セブンティーンス・サマーは、当チを舞台にしている。リンダ・ジェーン・ニードフェルトは、レッド・アズ・イン、ロシア・ミゼルズ・ラブと、グリーン・アズ・イン・スプリング・タイム、 A New Life and w h a t l のシリーズ小説で、ロシアから宗教的迫害を逃れて1927年に、フォンデュラクに移民した、ルーテル教会の一家の新生活を描いた。レイクサイド公園市内最大の公園は、ウィネベーゴ湖の南端に位置する400エーカーのレイクサイド公園である。園内では、おじろじかの見せ物など、年柄年中何かやっている。夏は、草花干賞。 棒とピクニックが楽しめ、風光明媚な自然の中結婚式を挙げることもできる。4月15日から10月15日までは1933年に建てられた灯台と速攻所が開放される。ミニ鉄道やアンティークの回転木馬のアトラクションもある。ジャングルジムが4つとフれ合い動物園が1カ所あり、1955年にスーラインから寄贈された蒸気機関車が メインストリートに面して置かれている。バターミルククリーク公園も草原の丘にある広大な公園で、園形劇場が一箇所とジャングルジムが二つある。起伏でソリスベリーが楽しめる。他には、テイラー公園、バットゼン公園、ジェファーソン公園、フェアグラウンズ公園、プレーモア公園などがある。マーパーズ雑貨店1990年代、市内のサウスメイン街の雑貨屋や、 コンビニエンスストアで売られたウィスコンシン宝くじに高額当選が相次いだため、この一角は奇跡の1マイルと呼ばれた。例えばセントリー雑貨店でくじを買ったサビッシュ中学校の英語教師レスロビンスと当時のフィアンセコリーン・デフリースは1993年7月6日100万ドル以上もの高配当を得た。2006年8月5日にはこの ミラクルマイルの中央部に位置するマーパーズ雑貨店でパワーボールの宝くじから209万ドルの高額当選が出た。このくじについては9月22日にウィスコンシン州プリマスのサージェントチーズ社に勤める100人の労働者集団が所有権を主張した。同社の別の集団は翌年8月に1万ドルの配当を得ている。ありがとうございます。